はい、デルタブリーのアズです。アメです。本日38日目の深夜でございます。ちょうど0時ぐらいです。今ですね、こちらで仮眠をいたしまして、これから東京ディズニーリゾートに向けて出発していきたいと思っております。なんか眠いし疲れたしお腹痛いで、はい、テンション一周回って、はいはいはい大丈夫ですか、おめちゃん。制限時間が本日朝の8時です。開演前に行きます。入場しないけど。開演前に行きます。はい。まあ入場しないんだけどね。今日の動画も最後まで見てください。よろしくお願いします。いや、全身筋肉痛。タンデム自転車で日本一するカップル。今回は土浦市からディズニーランドへ向かいたいと思います。ここから直線距離では約65キロ。通常1日で行ける距離ですが、私たちはなんと房総半島を一周してディズニーへ向かいます。その距離なんと 415km、 7日間かけて向かいたいと思います。今までは土浦市、香取市、銚子市、いすみ市、鴨川市、鋸南町、木更津市まで来ました。今日はその最終日、2人はディズニーランドまで無事たどり着けるでしょうか。それでは本編どうぞ。はい、ということで、なんか光の玉が動いてるみたいになってるけど、目標時間は8時でございます。順調に行けば確実に着くはずなんですけど、まあ旅なのでね、順調に行くことなんて一回もないです。真っ暗すぎて早く街灯あるところに行きたい。ちょっと怖いよ、めっちゃこんなさ、夜遅くにさ、漕いでるの初めてだね、多分。怖いな、ちょっと。はい、やっぱり旅は素直に行きません。開始5分後にチェーンが外れました。どうするか、これ直せる？直すけど。はい、ということでチェーン直すのはプロなんでね、秒で直りましたよ。こんなんはね、まだまだ序章に過ぎない。かかってこい。結構ね、明るくなってきました。街灯がついてる道に出ましたね。残り63キロです。おめちゃん、今日はなんか睡魔との戦いじゃない？ねえ、なんかさ、睡魔精神力というかさ、寝てないしさ、昨日までの疲労の蓄積、気力の問題だね。現在時刻が何時ぐらいだろうな、1時半。2時間ぐらい漕ぎましたね。で、残り44キロ、だから22キロ進んだんかな。しばらく何も食べてないからね。はい、ちょっとだけエネルギーを確保しにセブンイレブンに来ました。何食べる？おにぎり。はい、ということでおにぎりいただきましたので、このまま進みたいと思います。行くよ、おめちゃん。現在4時15分でございます。残り20キロとなりました。この調子で行けば行けるね。ここに来て睡魔と体力の限界に到達しました。やめてよ、オズくん。やばいです。やめちゃん頑張る。オズくんが寝ちゃいました。どうしましょう。とりあえずラジオ体操をしよう。やばい、めっちゃ寝た。オズくん頑張れる？うん、あと18キロ頑張ろう。オズくん臭いから早くさ、オーバーオールでさ、ディズニー写真撮って着替え。あ、やばい、足がしびれてる。おっと大丈夫？おっと大丈夫足に力が入んない。ねえねえ、ハンガーロック？ハンガーノック。ハンガーノック？100本ノック。あ、やばい、大丈夫？これ足がしびれてる。ハンガーノックじゃない？スーパーノックだ。なにこれ、 TikTok？ あ、やばい、これ動かない。大丈夫？いいよ、休憩準備してていいよ。オズくん多分治んない、まだ。じゃあ用意していきましょう、オズくん。はい、びっくりした、今膝が動かなくなってた。治った？治った。まさかのグーグルさんが自転車走行負荷のところを紹介してくれました。斜め左方向です。だからグーグルさんのせいだよ、いけないんだから。ね、こんな感じでここを歩いて渡って向こう側に行きます。ここでこう行って、あ、行けそう。前は通るよ。で、徐々にこうやって持ち上げようか。よし、3、2、1。
プ開け夢の扉。よっしゃ行った行った第一関門突破。大丈夫、ポンプ君あれだよ、これはいける、あ、これいける、ちょいくよ、3、すいません、よいしょ、ごめんなさい、すいません、なんでこんなアスレチックなのこれ。やべえ、どうしようこれ、マジで無理だ、戻りたくないんだけど。おーいー、なんだよこれ。できたー、突破したー、できたぞ。5時44分であと11キロでございます。終わるぞやっと。まあ、千葉県の旅もう終わりますけど、どうですか振り返ってみて。霞ヶ浦一周をしてさ、何日の何時までにっていう期限を決めてさ、完走するってすごい楽しいなって思って。めちゃくちゃ楽しかったよね。だからもうちょっと大規模なものをやってみたいなって思って、東京ディズニーリゾートまで房総半島1週間かけて一周するっていうのを決めてやってみたものの、なんだろうな、なんかもったいないとか、もっとお話聞きたいとか、もっとこの人と一緒にいたいとか、一つ一つの出会いが一期一会なのにすごいおろそかになってしまって、なんかこれは私たちの旅のあり方ではないなっていうのをすごいつくづく感じました。ただやっぱりこういうのってさ、挑戦的なことをするとやっぱ達成感っていうのはあるよね。やっぱりいろんな人に支えられながらね、本当に進めるっていうのはあって、途中で話しかけてくれる人とか、本当に皆さんに支えられながらここまで来れたかなと。このエネルギーって多分自分のエネルギーじゃないと思ってて、誰かのかいたからいただいたエネルギーだなっていうのすごい感じる。ディズニーリゾート、やばい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 、嬉しい、うわーやばい、この看板見れただけで超嬉しい、来ました東京ディズニーリゾートでーす。いやめっちゃ嬉しいなこれ、あー、いやー着きました。ここゴールでいいっすか。到着しました。おめちゃん頑張ったね。目標、うん、思ってさ、この明日誰に決められたわけでもなく自分たちで決めたものを達成するってさ、やっぱとても重要だよね。楽しいね。これはさ、受験勉強でもさ、旅でもさ、仕事でもね、仕事でもさ、毎日の生活でもいいと思うんだよ、うん、だからもう毎日自炊するとかさ、いやいいね。おめでとうございます。ありがとうございました。ということでちょっと遊んでいきますか。眠そうだね、おめちゃん。やばいです、おめちゃんね、ちょっとねぼーっとしてたら隣でまさかの、いやこれはでも相当こんだけ疲れてたんだろうね。起こす1時間寝てるよ彼、大丈夫かな。あのすいません、あのここベッドじゃないんですけど、あのお家で寝ていただけますか。あの周りのお客様にご迷惑なので。これから東京、神奈川ってね、はい、どんどん南下していきたいなと思うんですけれども、今こういった状況なのでワクチン接種絶対必須だなって思ったので、これから実家帰ってワクチン打って、また東京、神奈川、はい、そしてどんどん南下して沖縄、北海道まで行っていきたいなと思います、はい、ぜひ今後の旅も気になる方、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。よろしくお願いします。そしてね、これで旅一旦中断するので、あの動画もちょっと止まってしまうかと思います。また次の動画ぜひ気長にお待ちいただけたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。バイバイ。